はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は S36 ナイトシティを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。派手なね、ネオンのね、夜景がね、ザーッと流れていく感じのね、迷彩ですけども。いや、結構目立つ迷彩だな、これ。でもってカスタムはこちら。命中率、射程距離を上げて、機動性を下げるっていうような感じのね、カスタムになっています。まあ、マズルとバレルでね、射程距離を上げてるから、遠くからちょこちょこ撃っていく感じでね、倒しやすい銃にはなってると思うんだけども、レーザーがね、やっぱついてるっていうのがね、居場所がやっぱすぐバレちゃうんで、扱いにくいかなーってとこなんですけどね、フル装弾がついてるけど、弾薬はノーマルなんだな。ノーマルこれ確か60発だったと思うけども、まあまあ S36 のね、うん、ナイトシティの運営カスタムがこれなんでね、このままのカスタムでちょっと遊んでいきたいと思います。今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきます。レッツラッゴー。はい、場所はハイジャック道、行ってみようぜということで、左の方から行きます。進軍したいんだけども、どうしようかな。左の細道の方から行きましょうか。まずは敵が来ないか確認。来なさそうね。じゃあ構えたままゆっくりゆっくりゆっくりこそろーりとね行って、階段もゆっくり登って、あ、今敵ちらっと見えたね。ああしまった、壁打っちゃった。まあいいか、次来た人当たったわ。オッケーオッケー。で持って、はい、やっつけて、ほんでここでグレネード放っときましょう。あー、でもちょっと早かったか。リスポーンしてこっち来るまでにはちょっと時間かかるのにな。やっちゃったな。アイス投げたけどどうかな。あ、しまった自分のアイスでやれちゃったようなもんだな、これ。まあまあいいか。多分今の救急内の人がこっち走ってきてると思うんで、ここ注意しながら。あ、来てますね。はい、撃ちまくっていけば、はい、倒せますと。はい、リベンジかまして、ちょっと上の方を見てみましょう。リロード。あ、スナイパーで撃たれてる。お、スナイパーいるね。おお、誰かのハンターキラードローンがスナイパーをやっつけてくれた。2階にはあんまり行かないのかな、敵の人たち。うん、どうなんだ、2階からあんまり撃たれないね。じゃあもう一度この左の方からこそろーりこそろーりと言って、誰も見ないねこっち。あんだけ撃たれてんのに、こそろ、どうせスナイパーとかいると思うんで、ここに。あ、やっぱりね。はい、倒して倒して、多分あのスナイパーの人、あの広いところでスライドとかで横移動しながら、あの敵が出てくる道にエイムを合わせて撃ってるんじゃないかな。どうだろう、いや分かんない。ちょっとこの辺出たら撃たれるんじゃない。あ、やっぱり撃たれちゃったあ、でもなんかグレネード誰かに当たったよでもお亡くなりにはなってないのか。ん、ラジコンの音するね。ん、あ、敵のラジコンか。よし、倒して、お、敵も倒して、おい、なんとか仲間を守ったと思ったら撃たれてるじゃん。おい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 、お、救急ライン倒して、わ、スナイパーすごい前に来てる。あ、やれちゃった構える時間遅いからやられちゃったよ。じゃあアーマーを張っていってみよう。これだったら一発ぐらいはヘッドショット以外耐えられると思ったらいないなんだよ、アーマー無駄張りだよこれ。あらららららら、無駄品だよこれ。あー、もう最悪だわもう。じゃあ左の方からちょっと行って、あー、ちょっと音鳴らしちゃったけど大丈夫かな。あ、いなかったね。もういないかい本当に。あ、来た。よし、撃って倒して、レーザーがついてるんでこの道通られたらすぐバレちゃうんだよねあ、来てるね。はい、倒して、でもって中入りましょう。敵がね、あんまり2階に行かないんで、ここから自分が登って後ろからね撃っていけば結構倒せるんじゃないかな。まあ、いっぱい集まるまでちょっと待ってみましょう。2階には登ってこないと思うんだよなこの人たち。あ、結構下へ歩いていきますね。もうそろそろいいかな。よし、行こう。あー、いっぱいいる。あー、でもさっきスナイパーをとりあえずやっつけて。この人結構うまいから、よし、やっつけておけばこれで味方の被害が減るはず。 OK、 倒して、でずっといたらまたここに来るんでね、バレちゃってるからね。もう2人ぐらい撃ったらすぐ場所を変えてラジコン出して、さあ誰止める。 OK、 スナイパー止めてる。 OK、 倒して OK。 あー、やられちゃったけど、もういいよいいよ。うん、スナイパーが倒せれば大きい。よし、行こう。さあ、もう一度左の方から行きましょう。今回はどっちから行こうかな。こっちから行こうか。よし。あ、アーマー張ってるぞ。ヘッドショット当たったけど。はい、倒して、ヘッドショット。で、持って、リロード。
うん、来てる。敵かな、味方か、どっちだ。もう足音分かりにくいな、やっぱこれ。さあここで来ないかい。来てるね、またスナイパー。オッケー、倒したかな。いや倒したかどうかちょっと分かんねえ。ん、なんかあのピンク色の人いたよね。おお、やばい、追っかけてきてる。あ、倒してくれた、ナイス。味方倒れ。でもって2階の方からの前にちょっと来るんじゃない。なんか足音してるよね。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、倒して。もう一人いなかった、もう一人いたよね。あーと、アーマーを張ってました、ご苦労さん。でもって2階の方に行ってるのがもうバレるんで、ラジコンを出して追っかけていきましょう。ラジコン、おお、ナイスラジコン。はい、救急ナインを倒して、でもってまたここでちょっと待って、いなさそうだから2階に登って、ここから撃っていきましょう。これでどっちから出る。あ、左から来てるね。左に弾をぶち込めば1人ぐらい。オッケー、ヘッドショット。さあ先頭に、あれあれ、しまった。なんだよ、いや、投げ物と撃った人が違う感じだったね今ね。まあ仕方ない仕方ない、よし行こう行こう。じゃあここにセントリーが置いといてあげましょう。これでもうね、スナイパーとか、あ、言ってるうちに終わっちゃったよ。はい、勝利、50対49ギリギリ、ジジイ MVP いただきました、ありがとうございます。いやー、なかなかね、あ、ここは良かったな、味方守れたんだけど、味方の後撃たれちゃったもんな。まあここはね、勝利と言ったらね、結構バレない時が多いんで。はい、レートは79、ピロのレートが73でした。どうもありがとうございました。いやー、今回 S36 なかなかやっぱ打ち出すの早いな、連射すごいね。はい、あとはいいねを入れまして、入れまして、戦績のを見ていきます。あ、いいね、ありがとうございます。戦績見ていきましょう。19キル5です1アシスト、ピロが15キル6です1アシストでした。まあセントリーガン出すのがちょっと遅かったな。うん、最後1人だけだったもんな、やっつけたの。はい、今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか。 S36 ナイトシティ使ってみましたけどもね、やっぱりレーザーいらないな。もう LMG あんまりレーザーつけることないんだよなーっていう感じなんですけどね。まあ個人的な感想ですけどね。あと、まあ余ってるスロットに、まあそうだな、ストックとかを入れて、機動性を上げるっていうの方がいいと思うし、まあレーザーを取ってマガジンを拡張マガジンにしても全然いいと思うんでね、そっちの方がよっぽどか打ちやすいような気がするし、機動性も上がるからいいと思うんですけどね。あと、まあレッドドットサイトをつけるとかね、うん、そういうのもいいと思うし、まあ命中性と操作性を上げるんだったらアンダーバレルをね、なんかつけてもいいし、うん、この辺もまあ好みによるもんですからね、なかなかどれがいいとはまあ言えないですけども、まあもしよかったらね、皆さんもいろいろ試してみてください。この銃に関してはね、ラッキーボックスのシールドタッチだったかな、あの6回回したらもらえるっていうやつだったんですけど、シールドタッチを結構回してらっしゃる方は持ってるとは思うんですけど、たまにね取り忘れてる人がいるんでね、まあ取り忘れてる人とか、まあそれはちょっと持ってないよって方がいらっしゃったらね、このナイトシティのカスタムを自分の S36 の方にそのまま持っていったら、性能はね全く一緒のね、あの S36 になるんで、それを使って楽しんでみてください。ではまた次回を待て。